こんにちは、勝則です。今日は白ザリガニの白老の報告です。先日ずっとビールの空き缶にこもっている白老がちょっと表に出ました。その時に放卵しているのが確認できました。嬉しいことに、白ザリガニである、あ、見えた、見えるかな、これ安物のカメラやからこうピント合わせて拡大とかねできないんですけど、放卵しています。白老は同じ白ザリガニの、白竜と交尾して卵を、まあ、産みましたから、多分生まれてくる子は全部白ザリガニになってくれることだろうと、だろうと思っています。思ってはいますが、絶対そうなるとも限りません。この子たちが無事に生まれてくれて、基本的には白ザリガニだけの、ザリガニ水槽にできればいいなと思っています。で、今いる普通ザリガニは、近親交配で奇形が出ないように、F1 種を定期的に作るために使っていきたいと思っています。なんとかね、順調にこの白ザリガニ、白竜と白老の子供が育ってくれることを願っています。今まではいろんな水槽をちょろちょろと、お見せしていたんですが、今はそんな必要もないだろうと、あんまり長すぎてもいけませんので、今日は白老ちゃんの放卵しているお腹が映ってたらいいなという思いで、これで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。